こんにちは、松田丈志です。今回はテニスをやってみようと思います。このテニスのポイントなんですけれども、まず1つ目、ボールの打点に入って早めにショットボタンを押すとパワーを貯めて強いショットを打つことができます。ポイント2つ目、ボールは L スティックで飛ぶ方向をコントロールすることができます。ショットボタンを押した後、ボールを打ちたい方向にスティックを倒しておきましょう。ではやってみましょう。さあ、2ゲームマッチなんで2ゲーム差がついたところで勝利ということになります。さあ、いきます。私のサーブからゲームスタートです。これ来た、逆サイ、よっしゃ、おい、返されんのかい、来た、これ来た、よーし、コースだな、やっぱりクイックショットからも、やばいやばい、よーし、こちら、よーし、1セット選手、ゲージが溜まったんでスーパーショットを狙っていきたい。来た、スーパーショット、あー、コースが止まんなかった、ど真ん中じゃ意味ないんだな。よーし、これ最初とスライスショット、さらによし、これは決まったぞ、よーし、ならロブショット、ロブショット、やばいか、あー、おー、はいや、はいや、ただまだリードしてますよ、来い、ほら、こっちや、大事なのはコースや、よし、よし、来た、勝ちました。1ゲームも譲らず。さあ、テニスをやってみましたけれども、今日は調子が良くてね、ストレートで勝つことができました。このテニスの上級操作ではロブやドロップショットを打つこともできますので、皆さんも状況に合わせて打ち分けてみてください。